苦しいという話だったんで、キャラが今回はどうなるのかなって感じですけど。あ、でもやっぱり勝てねえよ。情報は爪かな。俺が怖いのか。はい、そうですね、前回松源さん出た時は確か、はい、タクマですね、タクマにキャラを間違えてしまったんで、今回はまず0回戦勝利ということで、はい、キャラセレ予選を突破していきましたね。さあここからが本番ですね。さあクラッシュキック当たって顔面端に到着、ここは当たると危ないが切り返して、かかとが通る、足へ追撃して、さあジャンプヒットがきて、ボディを返す、DX が通って、これはドライブもあるからダメージ的にはなかなか。さあ最後のジャンリーが届かないが、ダメージ的には結構というところで、さあジャンプ CD で切り返して、さあ2番手のベニマル、ベニマル城も城がかなり苦しいんですが、まあ、この状態になると城かなり、まあ、爆弾みたいなもんなんで、なんとか持っていきたいところですね。さあかかとが通って、ボンドがドライブ入って、これはストーン、あードライブが足りないかな。さあただここでもう1回通るとかなり、さあアンドラ入って、マンスターから三段蹴り、さあ動画は体力リードする、ここを取ると、あ、なぜかジャンプダイバーから C をこする。さあイエスライトを剣放すけど、ガード、あ、斜め上に入れ損ねたということで、多分スラッシュのスラッシュ漏れですね。はい、さあさてなるかというと、おー、いい指折りが通って画面端、イエスタイガーで切り返して、さあハリケーンアッパー、ハリケーンアッパー、画面端いって、お、これはゲージ的にもスタンはいけるはず。はい、さあハンドラ入って、かかとかかと、爆裂タイガー、爆裂爆裂爆裂、さあスタンして、おー、ジャスティンディーから行きましたね。さあかかと爆裂、おー、しっかり完走しましたね。さすがです、松源さん、おめでとうございます。あ、マジですか。あー、そうなんですか。あ、練習して、あ、 D で練習してたんで、立ち入り D の方がやりやすいということですね。いやでもさすがのスタンコンです。というわけで、リピー側、続いてはどこからでも来な、とエルダーさんかな。頑張ろう。さあキャラは前と変わらずかな、クーラ、はい、さクーラ先鋒、表強対クーラは、あー、確かこれ、さあしゃがみで鬼焼きを過ごして、クーラのしゃがみがこのゲームだとかなり一番かな、姿勢が低いんで、表強のジャンプ攻撃が奈落の深め以外当たらなかったりだとか、起き上がり重ねると鬼焼きを過ごしたりだとかするんです。一時期はクーラー表強で、まあいける部分はあるんじゃないかという話題になっておりましたね。さあハンドラ吐いて、レイからバイスで締めて空上投げ、さあ CG から、さあブレスはしっかり割り込んでいく、知ってますね。さあジャンプ CG からカウンターごとつき、さあ先取りっぽかったんですけど、まあ8点取りでなんとも、まあ、ワンゲージ入ってきれいにフィニッシュ。
分同情心ミスですかね。ごとつきで、まあ早いうちに取り返して、さあ中堅対決、大森兄弟ミスター空手、これは端に行って、あーコンボがちょっと続かない。さあジャンギー刺さるが、こちらも浅かったか。さあ小足が通ってドラは入って、ワンゲージかな、ワンゲージ15ラウンド、はい、とどめじゃ。さああれで最後が100なんで、やっぱり結構減りますね。画面端から逃がしてくれない通常投げ。さあまた小足通るが、さああれ先飛びじゃないのかな。さあ昇竜が漏れたっぽいですね。空手が取って、さあ大将このよりですね、空手こちら有利を取るとかなり話も通る。昇竜を昇竜かな。あーこの追いより、ここだけでもなんとかどっちにつなげたい。人気的にはいければなんとかなると思うんですが、さあ空手叩いて苦しい。ガーキャンで切り返して、ガーキャンで切り返して立ち入れるから、あ、浜田さん装着しましたね。はい。さあ浜田さん到着しましたね。疲れて、俺がやりましょうかね。はい、まあ、はい。かなり今松源さんが結構勝ってて、って感じです。お待たせ。はい。浜田さん来てくださいました。はい、お待たせ、私だ。はい、今。遅れてきて、そんなことを言うのもあれ、まあ、まずは、はい、お待たせしました。どういう状況でしょうか、誰か私に教えてください。私になります。私になります。はい、はあ、そう、みさくん、はい、先週までの全ての奇妙な冒険、はい、はい、いや、見てないっすよ。ハイライト、ここまでの撮ってるんです。無茶振りすぎますよ。ここまでのハイライト、ここまでのハイライトは松原さんがスタンコンを決めて、まあ、かっこよかったっすっていうところで、あー、どんな感じなの。あ、はい、こっち側は、あ、違います、1人目が、ラジカンさん、バルドさん、で、3人目が松源さん、で、相手側は哲郎さん、ジョージさん、シュウさん、エブダさん、で、今、レミちゃん、あ、シュウさんにエルダさん、あ、すいません、今ちょっと
立て込んでおりますので実況できませんはい現在状況の確認をしておりますこうで次はこうこうはこうかさありがとう多分声の感じレミちゃんじゃなくてマツケン君勝ったっぽいねでは、そろそろじゃあ今、誰松毛くんがこっち側だから 2P が座ってんのか、はい、今誰も座ってない、はい、いけガンタンクいけますはい、では、どこですかね秋田秋田からお越しの、はいご当地ガンタンクじゃなかったご当地ガンダムさんですご当地ガンダムさんははいガンタンクなんでね今日は自分で走ってきたとのことで両替機両替はそこでーすここ、はい、ありがとうございますいや100円だよ100円ネシカだものあ逆両替がある逆両替あるんでじゃあ、あの、高額はここ、現在、ガンダムがちょっと両替機が分からずにはいやきもきしておるので、少々お待ちくださいはい、お待たせしておりますガンダムメンテ中です、今はい全員ネームレスはいないあまあ確かに全員ネームレスともはいあ、無印はでもやってた、ということででもね、恐ろしくざっくり言ってしまいましょうゼロニー UM ができる人にとってこのゲームは全員ネームレスですなるほどゼロニー UM ができる人にこのゲームを解説すると全キャラゲージがあればネームレスですはい壊しから8割カッ飛びますはいほぼ全キャラありますビリー小野よりかな確認をしておきましょう 1P ご当地ガンダム 2P 罰ゲーム書いておかないと、はい、お願いしますさあダイモン取りましたねああまあまあいいキャラ戦だと思いますそうですねハンドラーずつでもかなり楽に減りますしまあ行くぞもあるんでそうですねはい、まあ、何より過去のそうですね妨害力が出しやすいさあ先方がジョー対ジョービリーですねこれ弾が立ち回りはねビリーそうこの状況になったらジョーは、はい、結構きついと思うんですよやっぱり弾の処理がなかなか難しいと思うんですけど無敵技が、まあ、タイガーぐらいしかないんで、はい、あとはそう今みたいに技を振っていく感じなんですけどなんかこれ気がついたらジョー側がタイガーリードしてんだけどあれこれ切り割ればやりやすいとは思うんですよねただなんかいい具合に相打ちが痛くなってあこれは上見てるゲージャー使っていく見ない組み合わせなんでね確かに結果として最後に立ってたのジョー側ですからねこの状態のジョーはちょっと調子に乗らせると怖いそうですねただゲージ状況はどうなのか、はい、フルドライブのゼロゲージ端で刺さってしまうと何かあれさ言ってる間に刺さっちゃったみたいな
発動しましたね。これ1本あるからなんかあるんじゃね。あでも発動中はスタッチ減らねえんだ。そうですね。あー壊しが刺さるわ。さあさすがジョーがっつり回収していく。ダメージも取っている。ノーゲージコンで十分減ってますね。さあここでイオリが、炎イオリがジョー倒せるかどうか。あさあこれですよ。やっぱり過去作やってるっぽい、いいユリオリが、ね、そうですね、もう本当に、はい、動かし方はきっちりしてますね。あとはコンボができるかどうかですが、おそらく98な、知ってる知ってるというよりは多分98の感覚で出したら当たったやったでしょうね。まあ、ただスコアのジャンプ攻撃がねあんまり下に強くないんで、センタルとしては正解でしたね。ジャンプぶっ飛ばしでしたから、ね、無敵はそんなに一瞬だけあります。なるほど。あとはまあ発生勝ち、そしてまあ洗礼ですね、これはね、サーティーのね。いや、ドライブはあのただのキャンセル、キャンセル必殺技、キャンセル必殺技、発動は BC 一緒。あ、これはあ、なんかこれやっちまった感じ。まだ死なない、ちょっと高さが高かったですね。さあ、だが、フォアがドリンク飲んで、これ減るよ、終わる。 あれ、確か350350ぐらい、はい、340 イレブンです。まあまあ先ほどまでね三重でイレブンをやってたそうなので、さあここで松源くんが4連勝中。俺様には勝てねえよ。さあ続いて座るのは、はい、誰だ。キューちゃん。